はいどうも、鈴木です。今回はですね、幼なじみ彼女の監禁事情というゲームをねやっていこうかなと思うんですけども、まあ、このゲームはですね、主人公がね監禁されちゃうんですよね。でその監禁の理由というか原因を探っていくというゲームらしいですね。まあこの女の子に監禁されるのでしょう。まあ見るからに地雷系だよねってことでやっていこうかなと思います。はい、初めから1日目。監禁された日から始まるってこと？あ、なるほど。もうすでに監禁された状態なんだ。どうしてこんなことに。鎖が乾いた音を立てる。身をよじると傷が鈍く痛む。誰か俺をここから出してくれカイジじゃんカイジみたいなこと言うやん。もう何日が経っただろう。後頭部から口まで伸びる高速のせいで声も上げられないや。めちゃくちゃ上げてましたや、今。めちゃくちゃ上げてました。叫んでましたや。あ、なんだこの扉。何この扉。ん？ああ、なるほど。主人公のあれか。目線ってことかな、多分。目の前に扉があったんか。はい、ゆり。レジお待たせ。晩ご飯遅くなっちゃったね。食事を持った彼女がいた。身をかがめて俺の顔をそっと撫でてくる。カチャリと音がして口の拘束が解けた。食事が目の前まで運ばれる。もう毎日同じ食事だ。はい、召し上がれ。お腹空いたでしょ。いっぱい食べて。何度食べたものでも食欲はちゃんと刺激される。彼女の言う通りしばらく食べていなかったからか腹が減っていた。食べないという選択肢はない。俺は黙ったまま食事をかき込む。味はほとんど感じられなかった。体力をつけるためにも今は食べなければ。ちゃんと食べてくれてよかった。最近妙におとなしいし元気がなかったから心配してたんだよ。最近？あれ？初日じゃないんか？監禁された。俺を見ながらユリは嬉しそうに笑う。俺は監禁されている。だいぶ長い間監禁されてるんやろうな。うん、なんか自分を客観的に見れるようになってきてるやん、お前。俺は監禁されている。あんまもう、一生で一回使うか使わないか。いや、使わんな。俺は監禁されている。目の前の彼女によって。そうだ、聞いてよ。料理苦手だったんだけど、実は最近頑張ってるんだ。君に美味しいものを食べさせてあげたいしね。お前、でもその割には毎日同じ食事ってたんやけど、主人公が。え？俺は美食にはあまり興味がない。それに彼女と一緒なら手作りだろうとなんだろうと全て問題なく食べるだろう。うん。彼女は俺の顔をまた撫で口元を拭く。そして拘束具をつけ直した。再び口が閉じられる。これじゃあ応援を声で伝えることもできない。応援？応援って何それ。フレーフレー頑張れみたいな。どういうこと？応援を声で伝えることもできないって。ふふ、かわいい。ねえレイジ、私のことを好き？好きだよ。でも、あ、これ拘束がついてるから喋れへんのかな。好きだよ。どう？俺は彼女が好きだ。こんな状況になってもなおユリを嫌いになれなかった。だってユリは俺の彼女だ。ただそれと自由を奪われることは別だ。俺は彼女のしたことを罰したり怒ったりするつもりはない。いや、俺ただ外に出たいだけなんだって今拘束具ついてるからさ、うまいこと喋れへんねん。この部屋はほとんど身動きが取れないほど狭い。今の俺は外はおるか、家の中ですら自由に動き回ることはできないのだ。日の光を直接浴びて歩きたい。自由になりたい。彼女以外の人と会いたい。そんな欲求は日に日に募っていく。お前浮気とかしたんじゃないか、もしかして。君のことが好きだよ。でもこんな生活俺らもう耐えられない。気持ちを身震いと視線で彼女に伝える。動いたせいで傷がまた痛んだ。私の傷痛むでしょ。でもこれも君のためだからさ。足の傷か。足の傷やったわ。はあ、なんか足傷ついてんのか。痛い目見たくなかったらおとなしくしてて。どうして私が怒ってるのかわかる？わからないかな。お前、浮気でもしたんか、もしかして。主人公覗き込むように彼女の瞳が俺をまっすぐに捉える。君が悪いんだからね。私のことを無視してあんなことをするから。
私のことを無視してあんなことをするから。はあ、浮気？でも無視してってなんかちょっとちゃうな。部屋の柱は邪魔だなと思ってたけど、こうするのにちょうどよかった。当分君はこのままだよ。君が大丈夫になって二度とあんなことしないって反省するまで、もう絶対逃がさないから。あんなこととは何だろう。大丈夫とはどういう状態なのだろう。ああ、主人公自覚なしか。考えても俺には分からない。彼女についてはそこらの男なんかよりもよっぽどよく知っている。頑張り屋で一生懸命でおしゃれが大好きな俺の地盤の彼女。おお、でも仲が悪そうってわけでもなさそうやね。でも今彼女の言ってることが分からない。ユリ、どうしてこんなこと。彼女が怒っている理由が分からない。俺は監禁されるようなことはしていない。そりゃあ俺だってユリ以外の女の子とも遊んだことはあるけれど。お前それじゃないの原因。違う？それじゃないの。彼女のことは誰よりも好きだし、裏切ったこともないはずだ。なんか不安やなお前。大丈夫よなお前。俺にとって一番はずっとユリしかいないんだ。頼む、分かってくれ。なぜこんな仕打ちを受けなければならない。なぜ自由を、恋を奪われなければならない。何か言いたそうだね。でも心配しなくていいんだよ。君は何もしないでいいからさ。だから私に全部任せて、ね。彼女の手がまた俺をふわりと撫でる。おー、近づいてきた。腕が伸びてきて全身を抱きしめられた。彼女の匂いが強くなる。抵抗する力を奪う甘い匂い。柔らかい膨らみが俺に触れ、ぎゅっと締め付けられてきた。監禁されているというのに、俺はその温かさにこの上ない満足を感じてしまう。もういいんじゃない？じゃあ別に抜け出さなくても。ダメだ、このまま流されては。じゃあ洗い物片付けてくるから。やがて腕を離して立ち上がった彼女は愛おしそうに目を細めてからそう言った。静かにしててね。言っちゃった。なぜこんなことをするのか。ユリは俺の疑問には答えず、ドアを閉じて出て行った。彼女がいなくなると言い知れぬ不安が俺を埋め尽くす。もし彼女がこのまま戻ってこなかったら、もしこのまま誰にも見つからなかったら、想像してゾッとする。いや、悲観してはいけない。彼女はきっと何か誤解しているんだ。それに気づいてくれれば俺を解放してくれるに違いない。それとも隙をついて脱出してしまおうか。いや、うまく走れない上に拘束されているから、それは不可能かもしれない。しかもなんか足が傷ついてるっつってたからな。とにもかくにも、この監禁生活の苦しみで俺の精神はもう限界が近かった。ねえ、変なこと考えてない？逃げようとしたってダメだからね。全部バレてる。どうして彼女はこうなってしまったのか。いつまでこんなことが続くのか。こっから出してくれと叫びそうな自分をなんとか抑える。よいしょっと、これでよし。どさりと音がする。見ると戻ってきたユリが布団を引いていた。え、今日から私もこの部屋で寝るから、その方がレイジも安心でしょ。確かにこの部屋に取り残されることに不安はあった。でも夜も彼女と一緒となれば俺の脱出はより難しくなるだろう。なんだか懐かしいね。ほんまに寝てる横で。俺どういう状態なんやろ。ちょっと待って、俺どういう状態で。でもさ、こうすぐつけられてで、後ろに柱あるから、よくあるスパイ映画で多分柱にさ腕くくりつけられてるみたいな感じだろうな。その状態で彼女が目の前で寝てるってどういう状況これ。すごい状況やな。彼女はそう言って布団をかぶる。てか俺は布団はあんのこれ。これ普通に俺ゆかちゃん。これ小さい頃はこうやってよく一緒に寝てたでしょ。あ、今でもそうするけどさ、我ながら単純だと思う。今すぐ彼女の布団に潜り込みたい。なんでお前監禁されてんや。お前彼女ラブやん。彼女 100% ラブやん。お前なんで監禁されてんねん。これからどうなるのかとか、どうやって脱出するとか、シーツの隙間から視線を向けてくる彼女を見たら、何もかもどうでもよくなってしまった。言おうぜ、一緒に布団入れてって。俺は監禁されていることも忘れ、そこへ飛び込もうとしたが、
俺を縛りつけている鎖とカセがそれを許さなかった。入れてよ、僕も布団に入れてよっつってガシャガシャガシャっつって、ダメだって、おとなしく我慢してね。こんなの直殺しじゃないか、あんまりだ俺布団に入れてくれよ、それでしょうよ。逃げたりしないって誓うから、今くらいは鎖を外してくれたっていいのに。めちゃくちゃ依存してるやん。さっきまで逃げ出すことを考えていたけれど、それはそれ、これはこれだねえ、小さい頃のことといえばさ、彼女の声に悶々とした気分から我に返る。俺と彼女は子供の頃から一緒にいた、いわゆる幼馴染というやつだ。今では想像もつかないが、初めて出会った頃のユリは笑わない子供だった。晴れた日も家に閉じこもって他人を拒絶してそうな、そんな少女だったけれど、一緒に過ごすようになってからは彼女は少しずつ俺に笑顔を見せてくれるようになった。だんだんと変わっていく彼女を見ながら、俺もまた彼女に惹かれていった。昔レイジが階段から落ちたことあったよね、一緒に遊んでた時。私が転んでそれに巻き込まれてレイジが落ちちゃって。おう、そのことは覚えていた。俺はしばらく階段が怖くなったが、ユリが無事だったのは何よりだった。うわ、俺も何回もあるわ、昔の家の階段がクソ急やねん。ていうかさ、なんやろ、一昔の家って全部階段急じゃない、なんなんあれ。俺のおばあちゃん家も階段急やねんか。あの一昔の家の階段が急なの、あれなんなんマジで危ないよな。びっくりしたな、あの時もレイジが死んじゃうんじゃないかってすごく怖かったよ。あの時も、なるほど、あの時もね。ってことはなんか読めてきたぞこれ。レイジは多分今回もユリを助けようとして多分命張ったんじゃないかな。っていうか普段から命張ってるんじゃないかな、結構いろんなところで。それでちょっとユリもさ、ちょっとそういうの見たくないから、レイジが傷つく姿を、だから監禁しちゃおうっていう考え方になったんじゃないかな。でも大丈夫、君のことは私が絶対に守ってあげるから、だからこれ以上私のことを困らせないでよ。レイジが痛くなること私はしたくないからね。夜の中で果実のように輝く彼女の瞳、それが俺をまっすぐに見つめている。俺はそんな彼女を困らせているのだろうか。俺はただ外を自由に歩き回っていろんな人と触れ合いたいだけで、彼女を困らせるつもりなんてないのに。じゃあおやすみレイジ。暗闇に遮られユリの姿が見えなくなる。彼女と一緒にこうして夜を過ごすことは幸福で少し苦しい。ただ誰かが、いや彼女がそばにいることは確かに俺に安らぎをもたらしてくれていた。そうしてただ穏やかに監禁生活の夜が過ぎていく。え、これ両手縛れたまんま、ほぼ座った状態で寝たってこと。2日目、これ一回セーブしとくか、どっかで一回セーブしとくか。はい、お上機嫌やふふんって。その日の彼女はやけに上機嫌だった。どうやら今日は出かける気はないらしい。ねえレイジ、今日何の日だかわかる？いやわかんないですよ、監禁されてるんで。そう聞かれても俺には答えられないし、今日がいつなのかもわからない。窓から太陽が見えないから昼なのだということ、太陽が見えているから昼なのだということはわかるけれど、正解はね、私とレイジが出会った日でした。懐かしいよね、もう9年前になるんだっけ。来年は10周年だよ。あれや、任天堂スイッチと同じぐらいやん。昔はよく一緒にいたずらしてママたちに叱られてたよね。もうそんなに経つのか、月日が過ぎるのは早い。俺もユリも昔に比べれば随分変わったのだろう。いや仮に変わったとしても、俺たちがお互いを好きなことは変わっていないはずだ。というわけでレイジにプレゼントを用意しました、ちょっと待っててね。そういうなり、彼女はドアの向こうに消え、何かを持って現れた。うおぉ、じゃーん、誕生日ケーキ、聞いてくれるといいな、めっちゃうまそう。白い表面に果物がちょこんと乗っている可愛らしいケーキだった。俺フルーツタルトとかフルーツケーキ好きなんよな。フルーツケーキ、フルーツ系のねケーキ俺結構好きなんよね。どちらかというとチョコとかチーズケーキとかよりかはがっつりフルーツがいっぱい盛られてる方が好きやね俺は。ほんのりと甘酸っぱいいい匂いが漂ってくる。なるほど、朝からドアの向こうでガチャガチャと聞こえてると思っていたら、これを作っていたらしい。
さっき味見した時はなんかまずかったけど、まずかったけど。まあレシピ通りに作ったんだし大丈夫。きっと美味しい。いや、さっき食った時まずかったやろ。その自信はどっから来るのだろう。とはいえ彼女が俺のためにこれを作ってくれたのだと思うと素直にすごく嬉しい。できれば自由な身でこの晴れた天気の下で食べられたらもっと良かったのだが。あ、鎖があるから届かないよね。今そっちに持っていくから。ん？なんだピンポーンって。チャイムか。あれ、誰か来たみたい。ちょっと待っててね。彼女はケーキを置き去りにして出て行ってしまった。すきっぱりには少し辛い状態だ。いや、それより誰かが来たのだろう。彼女の両親が帰ってきたのだろうか。それとも誰かが俺を助けに来てくれたのだろうか。もしそうだとしたら正直もう少し後でもよかった。いや、もしかしたら俺はこのまま彼女に監禁されていてもいいと思ってるのか。そんなことを考えていると、おい誰やねんこいつ、なんやこのクソイケメンは。おい誰ユリ、ちょっとユリ誰これ、誰。おいちょっと待って、え、そう、なんかその脳破壊みたいな、脳破壊シチュエーションじゃないなこれ。なんなんこのスラッとした高身長でなんかこの八頭身みたいな、顔ちっさすぎやろお前。握りつぶせんぞ俺の右手で。にゃねんこの丸は、なんやお前この首の丸は。ずかずかと部屋に入ってきたのは見知らぬ男だった。そいつの視線が部屋を舐め回し拘束されている俺とケーキに向けられる。男は俺を見ると不快そうに顔をしかめ彼女へと問いかけた。え？ねえどういうこと？僕の誘いを断っておいてさ。アイト、今日は都合が悪いって言ったでしょ。っていうか勝手に入ってこないで。アイトと呼ばれる男はユリの言葉を気にしたか、風もなく彼女に詰め寄る。誰だこの慣れ慣れしい男は。ユリとはどういう関係だ。俺は早くこの部屋から出たいと思っていた。しかし二人の場所を勝手に踏み荒らされたことに反感が膨れ上がる。あれ、これのどこが都合悪いのかな。僕のことを無視したって言うんじゃないの。僕のことを放置して無視してユリは自分だけ楽しく過ごしてたっていうことじゃないの。僕の気も知らずによく笑ってられるよね。男が壁を叩き彼女を見下ろしている。こいつは何のつもりだ。誰な。あんたがいたらどうせこうなるから都合が悪いって言ったの。そんなこともわからない。だぞ。絶対こいつ女に手あげるタイプやと思ったけど、ほんまに女に手あげるタイプやったわ。男の手が再び壁を叩く。彼女は怯える様子もなくそいつを見つめていた。僕よりそいつの方がいいってことかよ。僕がユリのことどれだけ思ってやってるのかわかるか。は？どんだけレイジに嫉妬してんの、バカじゃない。彼女がそう言いかけた時、男の腕が彼女の顔に伸びた。まさか殴る気かと思ったがそうではなかった。ん？何？驚いたような彼女のくぐもった声。男は彼女の顔を無理やり自分の方に向け、彼女とキスをしていた？にゃねんこの男、おい。俺のユリに。俺の目の前で彼女と男の唇が合わさり、舌が動かされる音が響くわ。やめて。唖然とする。やがて腹の底から怒りがこみ上げてきた。やめろ、軽々しく彼女に触れるな。そこはお前なんかキスしていい場所じゃないんだ。早く離れろ、彼女から離れろ。やめてよ。彼女が男を突き飛ばす。男はようやくキスをするのをやめ、自分の口の周りをペロリと舐めとった。気色悪いな、よかやろお前。ふっ。そいつは俺の方を見ると勝ち誇ったように笑った。なんこいつマジで。いや、確実に俺を見下した笑い方だった。状況が許すなら俺は男に飛びかかっていただろう。しかし悲しいことに拘束されているせいでそれは叶わない。俺はちょっとな、どういう状況。ちょっとだ、えっと、えっと、脳が破壊される。睨みつけてみる。叫べねえし。俺は叫びをこらえ低くうなりながら男を睨み返した。下手にこいつを刺激するのは危険だと俺の直感が告げていた。帰って。静寂を破ったのは彼女の声だった。帰れって言ってるの。へえ、彼氏に対してその口の聞き方はないんじゃない。彼氏？ちょっとどういうことユリ。君は僕の彼女だろ。
さっきのキスだって喜んで受け入れてたしねえ。まあいいや、今日のところは僕は優しい彼氏だからさ、寂しくなったら呼んでくれてもいいんだよ。じゃあね、ゆり。は？男が部屋を出ていく。彼女のため息が部屋に響いた。くそ、あの男一体何なんだ。ゆりにキスしたり彼女だと言ったり、何もかもむちゃくちゃだ。いやでも、あいつに彼女だと言われゆりは否定していなかった。え？キスをされた時も本気で嫌がっていたかどうかまでは俺には分からない。俺とキスをする時もゆりは嫌がる素振りを見せたこと、俺とキスする時もゆりは嫌がる素振りを見せることはあった。でも突き飛ばされたりしていないから、きっとそれは言葉だけで。多分そうだ、キスといえば俺は最近ゆりとキスをしていない。少なくともこの監禁生活が始まってからは一度もしていない。昨夜も抱きしめるだけだった。今必要その情報。まあ確かに監禁されてたらできないかもしれんけど、その情報今必要。まさか彼女が俺を監禁したのは邪魔な俺を片付けてあいつと一緒になるためなのか。いや、それにしてはあの男に対するユリの態度は冷たかった。俺の方があの男より絶対ユリに好かれている。だからこうして監禁されている。俺の方が上、そのはずだ。ごめんねレジ、びっくりさせたよね。彼女が悲しげな瞳で俺を見ている。こんな時気の利いた人間なら何かうまい返事ができるんだろうか。俺には彼女にかける言葉がなかった。あの男は誰なのか、ユリとどういう関係なのか、何があったのか、いろいろと知りたいことはあった。でも彼女の沈んだ顔を見たら、そんな気持ちはどっかへ消えてしまった。あ、そういえばケーキまだ食べてなかったよね。手を打ちながら彼女が声を弾ませる。ここにケーキがあって本当によかった。ユリがケーキを俺の前に差し出してきた。やはりいい匂いがする。なんだか散々な目にあっちゃったけど、気を取り直して召し上がれ。ちょっと待って、一回説明してユリ。ねえ、誰あの男、浮気？俺という彼氏がいながら別のあの高身長の小顔のやつと浮気？どういうこと？彼女が少し無理をしているのが俺には分かった。彼女の心を曇らせたあの男が憎い。この鎖さえ外してくれたら俺はあいつを倒しに行くのに。な、倒しに行くのにって。もう二度とユリに手を出す、手出しできないようにしてやるのに。訴えているのに彼女は監禁をやめてくれない。それがもどかしい。食べないの？俺は慌ててケーキを頬張る。これはうまい。甘酸っぱい味が口に広がっていく。さっきあんな出来事があったというのに、それでも俺にはうまいと思えた。ね、美味しいでしょ。どうだ、参ったか。彼女に心から笑顔が戻る。それが俺には嬉しかった。ちゃうちゃう。誰なのユリ、ユリちょっとな、あのケーキでごまかさないで。誰なのあの男は。その日は朝から夜まで雨が降ったり止んだりしていた。俺の中では未だに昨日の出来事が尾を引いていた。俺はいつまでこうして閉じ込められているのだろうか。そしてこれからどうするべきなのだろうか。憂鬱な天気と気分を振り払うかのようにユリが話し出した。そうだレイジ、ちょっと遅い時間だけどお風呂で体きれいにしよっか。彼女とお風呂、温かいお湯と立ち上る湯気と泡と、想像してドキリとする。いや、しかしこれはチャンスではないだろうか。俺はずっとこの部屋に繋がれて閉じ込められていた。お風呂に入るとなれば鎖は外されるはずだ。隙を見てこの家から脱出することも自由になることもできるかもしれない。鎖外すから暴れたりしないでよ。彼女の長い髪がふわりと舞った。俺の自由を奪っていた拘束具が簡単に外されていく。今なら逃げられるかもしれない。ごめんね。え？ふと彼女が俺を抱きしめる。それはどこかいつもより衝動的な動きに見えた。吐息が近い。でもキスはやはりしてくれなかった。ちゃくちゃ昨日のことを根に持ってますやん。じゃあ俺にはキスしてくれないのって。無言のまま彼女の熱が俺から離れていく。本当は私だってレイジにこんなことしたくないの。
でも仕方ないの。こうすることが君のためだから。うつむいたままユリはポツリと言った。あたしたちこれからもずっと一緒だよね。俺は確信した。彼女は俺のことが好きだし、俺も彼女のことが好きだ。わからんぞ。普通に全然違う男と浮気してたやん。違うかもしれんぞお前。その彼女が仕方のないことだと言うのなら、俺はこの状況を監禁されることを受け入れるべきなんじゃないだろうか。自由にはなりたい。そうすればあの男に復讐することだってできる。でもそのことと彼女の意思どちらが大切なんだろうか。俺は。え、静かな部屋に不意に音が鳴り響く。あれ、ママから電話かな。彼女はそう言うと誰かと話し始めた。はい、もしもし。え、アイト、どういうつもり。昨日あんなことしておいてわざわざ非通知で電話とか。そんなに謝るくらいなら最初からやらなきゃいいでしょ。何、わけわかんないんだけど死ぬって。は？わかったから落ち着いて。そっちに行けばいいんでしょ。すぐ行くから待ってなさいよ。え、なんで。え、ユリは俺に背を向け慌ただしくカバンを取る。俺が声をかける暇もなく彼女は部屋を出て行ってしまった。部屋には俺だけが残されている。鎖は全部外れていた。恐る恐る開いたままのドアから部屋を出る。よほど慌てていたのか玄関のドアが半開きになっていた。今なら簡単にこの家から脱出できる。拘束され痛みを与えられ続けた犬は絶望する。そして鎖が外されても逃げないようになるのだと誰かが言っていた。でも今の俺の中にあるのは絶望ではない。俺は、うわー、いや、まず脱出して自由になる。これでしょ。やっぱり俺はどうしても自由になりたかった。ほとんど動くこともできず縛られたままの生活はもう嫌だった。俺は家を飛び出して外をどこまでもかけていった。これできっと良かったんだ。俺は自由になれたし、彼女もきっとどっかで元気にしている。俺はそう思い込むことにした。それからもう二度と俺がユリと会うことはなかった。バッドエンド、求めた自由。やっぱそうなんや。ちょっと待って、いやー、多分とどまんのが正解やねんけど、これ、いや、どうなんや。いや、とどまんのが正解やと思うんだけど、いや、彼女さん相手気になるような、アイトの方あっち気になるか、ちょっと探しに行く。さっき家を出て行った時の彼女、かなり慌てていた様子で明らかに普通ではなかった。俺は彼女を追うと決め外へ飛び出した。じっとりとした風が背中を撫でていく。外の空気を吸ったのはいつぶりだろうか。降っていた雨はほとんど止んでいたが、傷が濡れて少し痛む。ユリ、おそらくこっちの方だと思うが、一体どこに行ったんだ。俺は彼女の気配を探ったが見つけることはできない。え、知り合い？あら、あんた久しぶりじゃない。最近見なかったけどどうしたの。え、何これ、知り合い誰、どれ、誰、おばちゃん、近所のおばちゃん。あら、あんた久しぶりじゃない。最近見なかっただけ、見なかったけどどうしてたのって見上げると知った顔が俺を見ていた。この近所をよくうろついてるやつだ。頼む、ユリを探してるんだ。どこに行ったか知らないか。挨拶もせずに俺が聞くと、相手は事情を察してくれたようだった。へえ、なんだか訳ありみたいね。あの子ならあっちのビルの裏へ行ったの見たけど。あのビルの裏だな。ありがとう、助かった。でもあんたこんなところ走ってると危ないわよ。私は慣れてるからいいけど。え、危ない。その言葉を聞いたとき、ある光景が俺の中に浮かび上がった。この場所だ。そうだ、思い出した。ちょっとどうかしたの。いや大丈夫だ、いろいろありがとうだ。あれ、これ正解ルートか。知り合いへの礼もそこそこに、俺は建物の裏を目指して走った。道をかけ建物の裏へ回る。そこに傘を持った彼女とあの男がいた。穏やかな雰囲気ではないのは遠くからでもわかる。だからもう別れるって言ったでしょ、いい加減にして。あれだけ彼女として可愛がってあげたのにさ、
僕がどれだけお前のことを思って苦しんだかわかる？それなのにお前は0時0時ってバカみたいに。そんなの知らないし、こんな粘着男だって分かってたら、私だってあんたなんか最初から相手にしなかったもん。もういいでしょ、私家に帰るから。ああそうか、君がそう言うなら、じゃあこうするしかないな。そう言って男が取り出したのはナイフだった。ナイフというかもう包丁なんですけど。え？男が血走った目を向ける。ユリの顔が驚きに染まった。お前みたいな女はな、黙って僕に依存しとけばよかったんだよ。男が刃先をユリに向け、彼女へ突進していく。その光景が妙にゆっくりと見えた。俺は必死に走る。頭の中でいくつかの言葉を思い出していた。そして彼女が俺を監禁していた理由を。はあ、足の傷痛むでしょ。でもこれ君のためだからさ。さっき味見した時なんかまずかったけど、まレシピ通り作ったんだし大丈夫、きっと美味しい。はあ、私たちこれからもずっと一緒だよね。今ならわかる、なぜ彼女が俺を閉じ込めていたのか。彼女が俺を監禁していた理由は。え？男に脅されていたから？元気になってほしかったから？ずっと一緒にいたかったから？え、ちょっと待って待って待って、この2つは別に合ってると思うねんな。男に脅されていたからってどういうことや？え？一回この選択肢にしてみるか。キラリと光る刃先がユリに迫る。俺は走った、祈りながら走った。あ、俺の目の前でユリは血を流し地面に倒れていた。僕のことをコケにするからそうなるんだよ。俺は倒れたユリに駆け寄り、彼女の体にすがった。でも彼女は答えなかった。どうして、なぜなんだ。ユリは最初から最後まで何一つ悪くなかったのに。彼女はもう二度と俺を撫でることも抱きしめることもできない。それを認めたくなくて、俺は倒れたユリのそばで泣き続けた。いつまでもいつまでも泣き続けた。バッドエンドよ。わかんない。はあ、やっぱ違うか。元気になってほしかったから。え、でもずっと一緒にいたかったから。いや、ずっと一緒にいたかったから元気になってほしかったからじゃないのこれ。あ、待って、まずいかも。大丈夫かこれ。さっきと同じパターンになってるけど大丈夫かこれ。やばい、間に合え。そうだ、彼女はずっと俺のことを考えてくれていた。痛みも忘れ、俺は男の前へと、え、踊り出る。レジ、くそ、こいつ、こいじゃないよ、こいつか、くそ、こいつ。二人の驚いた声、俺はユリを背に立ちはだかり、そして思いっきり吠えた。えはぁ、そういうこと。うわぁ、なんかさ、やっぱさ、私は美味しくなかったけどって、そういうなんか（笑）これはとんでもない超展開やな、これ。なるほど。だから鎖つけられてて、で、ユリがなんかなあ、食べてた時、ご飯食べてた時もさ、なんか味が美味しくなかったけど、それはドッグフードやったらな、ペットの食べ物やったらそんな味せえへんわな。なるほどね。てめえこのクソ犬が。そうさ、俺は犬だ。そうさ、俺は犬だ。目の前で大好きな彼女がキスされたって止めることもできない。なるほどね。それでも今彼女を守ることなら、俺は絶対にやり遂げてみせる。くそ。男が振り直すナイフを避け、足に噛みつくが、死ね、クソ犬。噛みついて男の動きを止めていた俺にナイフが飛んでくる。まずい、避けられない。
打撃音と男のうめき声が聞こえた。レジ、傘を構えているが、接機迫る表情で立っていた。あんたよくもレイジを気づけたな。勇敢にも傘で立ち向かっていく彼女。お前さ、犬にレイジって名前つけるのやめて。確かにいるけど、たまにめっちゃリアルな名前というかさ、人間の本名みたいな名前つける人。まあそれはそれでいいと思うんだけど、クソ分かりづらかったわ。なるほどね。俺はまだ無事だし、危ないから逃げてほしいのだが、いや、彼女の気持ちを無駄にしちゃいけない。こうなったら俺たちの力でこいつを抑え込む。くそ、離れろ。再び男のナイフが俺の首元にまで迫る。だが俺はひるまない。なぜなら、お前が振り下ろした刃はこの硬い首輪に弾かれるからな。なあ、ごめん、今どういう状況か分からへん。こいつがナイフ振り回してるわかんねえけど、お前レイジはどういう状態で戦ってんの。お前結構すばしっこいんかな。隙をつき俺は飛躍する。そして思いっきりその腕に噛みついた。腕を噛まれた男が苦痛の声を上げる。旅をしたばかりに彼女が傘を叩き込んだ。確かにこいつはこいつでさ、ゴミクズやけどさ。犬と傘持った女にボコボコにされるのもかわいそうやな。男が体勢を崩しナイフを取り落とす。ユリが傘で男を牽制しながら落ちたナイフを遠くへ蹴り飛ばした。おまりさん、こっちです。あいつが女の子を襲ってて。ちょっと待って、じゃあちょっと待って、そういやさ、さっきのさ、見知らぬやつってあれか、あの別の犬とか猫とかってことかな。なるほどな、人間じゃなかったの見知らぬやつは。確かに人とは言ってなかったか。おいおい、お前何やってんだ。そこまで考えていなかったが、どうやら俺の声は結果的に人目を引いていたらしい。見知らぬ人間たちが集まってくる。状況が伝わっていたのか、すぐに男は取り押さえられた。話せ、どいつもこいつも邪魔しやがって。ユリは俺のものだ。何かをわめきながら男はどっかへと引きずられていった。張り詰めていた空気が夜風に吹かれて消えていく。終わったのか。レイジ、駆け寄ってきた彼女はいきなり俺の体を撫で始めた。だからか、なんか撫でたとかさ、なんか言ってたけど、そういうことか。そりゃキスできないやね。たまにキスする人もいるけどね、犬と。あんまよろしくないけど。大丈夫？どこか怪我してない？もう普通にワンって吠えたわ。俺が元気よく返事をすると、彼女はため息をつき安心した顔を見せた。よかった。あの時の怪我も治りきっていないのに、こんなところまで追いかけてくれたんだね。ユリは俺を抱え込むようにして抱きしめていた。俺を包み込むこの柔らかい彼女の体、それは少し震えている。あれだけ勇敢に立ち向かっていたユリだが、やはり本当は怖かったのだろう。レイジ、小さい頃見てたアニメの主人公を名前つけたけど、まさか本当にレイジがヒーローになっちゃうなんてびっくりだよ。うん、でも今更かな。君はずっとあたしのヒーローだったね。小学校に馴染めなくて引っこもりかけてたあたしを外に連れ出してくれたのは、連れ出してくれたあの時から。なるほど、散歩でってことか。本当にありがとう、大好きだよ。もう絶対逃がさないから。にわかに騒がしくなってきた夜の中で彼女が微笑む。俺の監禁生活はまだもう少し続くようだった。なるほど。おい、まさか犬やったんかよ主人公。なるほどな。これおもろかった。あ、なんかその後のある日ってあるや。まあこれは後でやっとくかな。気になる人はじゃあ自分の目で見てください。まさかの大どんでん返しやったね。面白かった。